最初にお知らせを1点させてください。あと9日後の6月16日水曜日19時に新プロジェクトを LINE 限定で発表させていただきます。もし内容に興味関心があるという場合はこの機会に説明欄より LINE をフォローしておいてください。よろしくお願いいたします。白坂慎太郎です。このチャンネルは社会の付加価値を最大化し続けることで子どもたちに明るい未来を渡すために経営者の方へ事業戦略の知識を企業分析を通じて共有している番組です。今回のテーマです。今回は東京電力ですね、東電、なぜ株価が上がらないのかということで、結論は東京電力は建前はともかく実質的には株式会社ではなくなっているからというのが今回の結論になります。はい、では囲碁学びを深めていきます。まず東京電力とはどのような企業なのかということで、はい、東京電力ホールディングスということで電力首位、原発事故で政府の一時 公的管理下に、賠償廃炉費用続く、持ち株会社化で配送電分離ということですね。はい、で、株価なんですけれども、明らかにこう急落したきっかけっていうのが、2011年の3月11日ですよね。東北大震災、そしてその後の福島原発、これがきっかけになっていることはもう、明らかであるということです。結局その時点からすると、6分の1以下になっているということですね。はい、株価下落のきっかけが2011年の東北大震災、そして福島原発の問題であることは明らかですと。とはいえもう10年が経っているということですよね。でにもかかわらずなぜ株価が上がらないのかということです。はい、で2014年度以降利益は出てますということで、2012年度そして13年度ですね、この2年に関しては大幅赤字になっていますが、その後2014年以降は毎年、利益が出てますということです。はい、なので、純資産も2014年以降というのは、着実に増えてますということで、グラフの方の、オレンジですね、オレンジの BPS というブックバリューパーシェア、一株あたりの純資産っていうのを、グラフを見ていただければ、毎年着実に上がり続けているということです。はい、で他社との比較ということで、電力上位3社なんですけれども、1位が東京電力、2位が関西電力で、3位が中部電力ですね。で時価総額を見ると、東京電力が、時価総額は5528億、関西電力が9861億、中部電力が9944億ということで、東電が1位ですからね、はっきり言ってそのお客様の数が違いますよね。関西圏がお客様の東電っていうのは当然お客様の数が多いので、売上規模に関してはもう間違いなく1位なわけですけど、実際時価総額で見ると2位3位の関西電力中部電力の約半分になっているということですよね。実際その一株あたりの当期純利益の何倍の株価になっているかといったときに、東京電力は 4.25 倍、関西電力は 14.08、そして中部電力は 10.47 っていうふうになってますので、さすがに10年経っているので、2倍以上になっていても決して不思議ではないということですよね。去年一昨年ね、事故が起きたというのであれば分かるんですけれども、もう10年前なんですよね。そこから全然上がらないというのははなぜなのか、少なくても2倍以上になっていても不思議ではないということです。はい、にもかかわらず株価は上がらないということで、なぜっていうことなんですけど、東京電力は建前はともかく実質的にはもう株式会社ではなくなってるからということですよね。株式会社でなくなってるから、だから株価が上がらないということです。はい、で、これどういうことなのかっていうことなんですけど、東電はね、建前はともかく実質的には株式会社ではないということで、1番筆頭株主が政府であるということ、2番は意思決定の仕方が政府そのものであるということ、そして3番は東電にとって株主は利害関係者の中で最も重要ではない存在と、ということで、見ていきたいと思います。はい、まず1番ですね、東電は実質的に株式会社ではない、という理由の、1番目は筆頭株主が政府であるということですね。はい、筆頭株主が政府ということで、原子力損害賠償廃炉等支援機構、ここが東京電力の株を 54.74% 持ってますということです。でこの原子力損害賠償廃炉等支援機構ってどんな、機構なのかということなんですけど、2011年9月に設立されたということで、福島原発が2011年3月でしたから、その半年後に作られた機構ですということですね。で官民共同出資、資本金日本
国政府が70億、原子力事業者と12社で70億で合計140億で設立されているが、設立根拠法により理事長と幹事の任命権は日本国政府が有しており、運営委員、そして廃炉等技術委員、そして副理事長及び理事の任命や業務計画、予算、資金計画などは日本国政府の認可が必要であるということですよね。まあ、要するにお金は政府と民間で半分ずつ出し合ったんですけれども、意思決定に関しては日本国政府がまあすると、まあ、少なくても日本国政府の認可がなければ意思決定はできないというふうになっているということですよね。まあ、この機構っていうのが実際は東京電力、東電の筆頭株主になっているということです。なので、まあ、法律上東電は政府ですね、まあ、特に管轄官庁が 内閣府になっていますけれども、まあ、その内閣府のまあ子会社というのがまあ立ち位置になっているということです。はい、よって、まあ、意思決定も民間会社ではなくて政府の考え方そのものになっているということですよね。要するにこう経営っていうのは常に意思決定の連続ですよね。常にまあ決断して意思決定して、そして前に進んでいこうというふうにまあやっていくわけですけど、その意思決定の仕方、考え方そのものがもうすでにもう政府の考え方になっているということです。はい、そこをも、詳しくやっていきたいと思います。東電は建前はともかく実質的には株式会社ではない。2番、意思決定の仕方が政府そのものであるということです。まあ、一番ね、株価が下落するきっかけになったのが2011年のまあ福島原発ということですよね。まあ、それに対して東電はまあ賠償を行い続けているわけですけど、まず方針の1位として最後の一人まで賠償を貫徹という、まあそういう方針を持っていますということですよね。福島原子力事故により避難を余儀なくされた被害者の方が新しい生活を迎えることができるまで、被害者の方に寄り添い最後の一人まで賠償を貫徹するということですね。もう大事なことなんで繰り返しますけど、10年前の事故です。10年前の事故。はい、そして福島への賠償の2ということで、迅速かつきめ細やかな賠償の徹底ということですよね。迅速かつきめ細やかな賠償の徹底というふうになっています。そして実際じゃあ今どれだけのお金を払ってきたかということなんですけど、当社東京電力は被害者の方々に寄り添い個別のご事情をお伺いしながら賠償を進め、当年度末2020年度末までに累計9兆4836億円をお支払いした、過去形です。だから今までに9兆4836億はすでに払ってるんですね。支払い済みであるということです。しかし10年かけて9兆円以上支払ってもまだこの問題終わってないんですよね。はい、当初予算を超えるということで、一番最初に、ね、計画が出た時はどういう計画だったかっていうと、被災者賠償 5.4 兆円、最初は 5.4 兆円ぐらい賠償する必要があるんじゃないかと、そしてその福島原発を廃炉にするために2兆円、きれいにするための除染で 2.5 兆円で、中間貯蔵 1.1 兆円を含めて、まあ、総額11兆円の資金規模を想定しましたということですよね。まあ、11兆かけて、まあ、結局このね福島原発の問題というのを解決する、まあ、そういう見通し予算でしたと。しかしちょっと真ん中から下から3行目からいきますけれども、福島原子力事故に関連した必要資金規模は被災者賠償8兆円、最初は 5.4 兆円の予定だったんですよね。 5.4 兆円の予定だったんですけど8兆円ぐらいかかりそうだと。で、廃炉に関しては2兆円の予定だったんだけど8兆円ぐらいかかりそうだと。で、除染 2.5 兆円、中間貯蔵1.4 兆円で、まあ、1.1 兆円で 3.6 兆円だったのが、まあ、6兆円かかりそうだと。合計22兆円、最初は11兆って言ってたわけです。最初は11兆って言ってて、ね、でもちょっと時間が経ってみると倍の22兆円に倍増すると試算されているということです。しかも最初被災者賠償は 5.4 兆円の計画で上がって8兆円だったにもかかわらず、もうすでに9兆円以上支払っている。まだそれでも解決してないということですね。はい、でまだ賠償を呼びかけ続けていますということで、2021年6月現在で原子力損害賠償は廃炉等支援機構は、まあ、原子力事故の損害賠償で困った時、ね、機構の相談会へお気軽にご相談くださいと、ご連絡くださいというふうにまだ呼びかけていると。 10年以上経ってまだ呼びかけ続けているということですよね。で、裁判は現在で16件が同時進行で走っているということですよね。2021年6月です。2021
2021年6月で、ね、国の責任、地裁判決発症発敗に、新潟で原発避難者訴訟ということで、10年経って9兆円以上支払ってまだ全然解決してないということなんですよね。はい、でしかも、まあ、風評被害の対策にまで東電は、まあ、取り組んでいますということですよね。これもう電力直接関係ないですからね。また引き続き風評被害の払拭に向け福島、発見福島キャンペーンを展開し、首都圏の小売店や飲食店におけるフェアの開催、 LINE やグルメ情報誌による情報発信などを通じて首都圏の消費者の方々に福島県産品の品質の良さをお伝えするとともに、小売店や飲食店における福島県産品のお取り扱い拡大などに取り組んできた。これどこの企業の文章なんだって話ですよね。東京電力ですよ。電力会社ですよ、ね、なんでここまでやってるんだっていうことなんですよね。で10年経って賠償金ですでに9兆円以上支払い済みで、しかもまだこれをやってますということです、ね、で 100% の完全解決という絶対に実現不可能なことをどれだけでも時間とお金をかけながらやり続けようとするのはとても株式会社の思考法ではないということですよね。こんな考え方する企業ないんですよね。民間会社、株式会社でね、完全に政府の考え方です。で政府はなんでこんな考え方ができるかっていうと、政府の収入っていうのは基本的に強制徴収の税なんですよね。だから必ず収入を得ることができるわけですよ。なんでかって言ったら強制徴収だからですよね。もう完全に毎年毎年もうあの、ね、強制的に徴収できる収入源、税っていうのをまず持ってるっていうことです。だから民間会社みたいに商品を企画して製造して販売して役務提供してアフターフォローしてみたいなのじゃなかったとしても、とりあえずもう決まった金額は確実に強制徴収でまず収入っていうのをこう確保できるっていう、すごくこう特権的な組織なんですよね。なのでまずまあお金っていうのは基本的に自動で入ってくるわけです。でそれでも足りなければもう国債発行して、ね、国民とか、ね、銀行に買ってもらって足りない分の収入っていうのを補うという、すごくこう特殊な組織なんですよね。なので足りなければいくらでも収入を増やそうとするということで、まあ、政府っていうのは基本的にはまあ、ね、歯止めが効かないんですよね。だから国家予算80兆いや足りません、こういう理由で足りません、だから90兆にしました、いや今年は100年に1回の危機なんでだから95兆、いや100兆です、100兆でも足りないんです。それが政府っていう組織です。基本的にお金っていうのは自動的に入ってくるもので、強制的に徴収できるもの、足りなければ国債買ってもらえばいいと、まあ、そういう組織なので民間会社とは違うんですよね。でこういうこうお金っていうのはもう足りなければいくらでも入ってくるっていう考え方の組織だと、ね、10年前の事故に対して9兆円以上支払いながらまだ賠償を続けようとするわけですよ、ね、本当に絶対ありえない完全解決ですよね。本当に最後の一人までって言って半永久的にやり続けようとするわけです。意思決定の基準点っていうのは過去なんですよね。これは完全に政府の思考法です。民間会社の思考法ではないということです。こんなことやってたら普通の会社はね、経営が続かないんですよね。しかし時間をかければかけるほど無駄が増えるというパーキンソンの法則が社会に働きかけ続けている限り、この福島問題が完全解決費は半永久的にやってこない。もうこれは法則ですよ ね。だから時間かければかけるだけいい問題解決になるかって言ったらそうじゃないわけですよ。かける時間が長くなればなるだけ本質的ではないね、さまつなこう、ね、問題っていうのがどん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 こう入ってきてしまうので、だから無駄が増えていくんですよね。だから短期集中だからこそよっぽどこう本質的なところに的を絞っていい効果的な問題解決ができるっていうのが実際の真実で、例えば JAL 日本航空とかはまさにそうですよね。上場廃止してから、ね、本当に 3,4 ヶ月で一気に経営改革してもう一回再上場に持っていったっていうことがありましたけど、長い時間かければかけるだけいい問題解決になるわけじゃないわけですよ。 JAL とかは本当に 3,4 ヶ月で一気に解決を図りましたけれども、ね、今回の東電なんては10年かけて、ね、9兆円以上支払って裁判がまだ16件同時進行で走ってるわけですよ。でしかも東電はまだまだ賠償を続けていく、ね、廃炉にもお金を使っていく、除染にもお金を使っていくっていうことでまだまだ全然ですよね。で裁判も16件同時進行で走ってるわけですから、もう何をやってるんだっていう話になるわけです。もうキリがないですよね。
はい、で一方民間企業っていうのは経営資源が限られてるわけで政府とは違うんですよ。政府はお金が足りなければ税率を上げる、ね、税金を増やす、そしてそれでも足りなければ国債発行するっていう方法でもうお金っていうのは、ね、ほぼ半自動的に、まあね、いくらでもこう増やしていくことができますけど、民間企業はそうじゃないですよね。やっぱこう人物お金時間情報って限られてるわけです。その中で商品を企画し製造し販売しお客様に届け、そしてアフターフォロー、駅務提供しアフターフォローするっていう、ね、ことをやっているわけですよ。だからもともと限られてるっていう中でやっていくっていうのが大前提です。その限られた資源の中で最大の成果を目指し続けるということですよね。だから一つの過去の過ちに対して10年以上ずっと、ね、それに引きずられるっていうわけには民間企業はいかないんですよね。だから政府とは違うわけです、明らかに。なのでもし東電が実質的にも民間企業であれば、ね、今やってたような10年かけて9兆円以上支払ってまだまだ全然問題解決の半ばですみたいな、こんな問題、こんな方法での問題解決っていうのは図らないということです。もし本当に東京電力東電が民間企業のままなんだったら、期限を決めて予算を決めて、その決められた期限と予算の範囲内で最善の問題解決を図り、それでも解決というふうにするはずなんですよ、ね、だからもうね、この問題で、ね、もし賠償を求める方がいるのであれば何年何月何日までにお申し出くださいと。でそこまでお申し出があった方に関しては必ず賠償させていただきます。ただお申し出がなかった場合はもうこの問題は解決とさせていただきます。それがもう民間企業の問題解決法ですよね。なんでかっていうと、なんで打ち切るのか、なぜ解決っていう形で打ち切るのかって言えば、それは最も大事なのは過去じゃないからなんですよね。もう過去2011年3月11日のあの東北大震災、そして福島原発っていうのはもう起きてしまったことなんですよ。もう なかったことにすることは絶対できないんですよね。だったらじゃあ経営において一番大事なことは何なのかって言ったら、過去に対していつまでも謝り続け賠償し続けることじゃなくて、より良い未来を作るために今何をするかっていうことが一番大事なわけです。だから過去に起きた失敗に対して時間とお金を使い続けるっていうのは基本無駄なんですよね。だってもう取り返しが効かないんで、ね、なかったことにしますとか、地震が起きなかったことにしますとか、原発問題が発生しなかったことにしますってことは絶対できないわけですよ。だから理想の未来に対して今何を最善としてするべきか、だから過去の問題っていうのはもう本当に期限とか時間とかお金を決めて、その中で最善を尽くし、そしてもう打ち切って解決っていうことにするしかないんですよね。だから大事なのはより良い未来のためにどのように時間とお金を使っていくかっていうことだということです。でもし東電が実質的にも民間の株式会社のままであったならば、これまでの10年間という時間と9兆円というお金はより安全に、より安価で、より便利な電力を供給することに投資してたはず。本当に民間企業だったらこういう理想の未来に対して、そして会社の持続的な成長のために時間とお金っていうのを使っていく、消費者が求めていることっていうのは結局はより安全に、より安価で、ね、電力の供給を受けたいっていう要望なのだから、それに対して真摯に応えていくっていうのが本当の民間企業、本当の株式会社ですよね。はい、で過去の過ちの償いに10年と9兆円以上使い続けてきた東電はもう実質的な意味で、建前は株式会社です、上場企業です、でも実質的な意味では株式会社とはもう言えないということですね、はい、そして東電が実質的には、建前的にはともかく実質的には株式会社とは言えない。3、東電にとって株主は利害関係者の中で最も重要ではない存在ということですよね。はい、例えば2020年3月期の数字っていうのをちょっと簡単に確認してみたいと思うんですけど、ね、2020年3月期決算、東電は売上は 6.2 兆円でしたということですよね。で費用として6兆円払ってますということです。この6兆円っていうのは原価、そして販管費ですね、販売管理費です。なので結局 6.2 兆円から6兆円払ってるわけです。本業の電力事業を行うために必要な費用っていうのは原価、従業員の給与、役員報酬、退職金などを
含めて全て売上の中から支払うことができているということです。はい、そして特別利益として4149億円を受け取っています。これはどこから受け取っているかといったら、この機構ですよね、このさっき、ご紹介した原爆問題、原子力発電ですね、原子力発電問題の、ね、あの支援機構から受け取っている交付金というのが4149億ということになります。そこから東電はまあ、ね、お金を受け取ってますということですよね。賠償に関わる費用の一部を政府から交付金という形で受け取っていますということです。そして、まあ、特別損失ということで6093億ですよね。まあ、これは結局なので、まあ、結局賠償ですよね。原子力損害賠償などで、結局お金を払っているということになります。はい、福島の賠償に関わる費用も払っているということですよね。で、賠償を支払っても結果的にはお金が残ってるんですよ。利益が残ってるんですね。なので法人税も176億支払っているということです。で、結果、ね、最終利益として、まあ、515億円っていうのが当基準利益として残りましたということですよね。で、結果的に、まあ、東京電力の今まで積み上げてきた利益剰余金っていうのが7918億まで積み上がってます。で、2014年からは毎年毎年利益が出てるん で結局赤字になったのはたった2年なんですよね。2012年度と13年度のたった2年度が赤字になって、で14年度以降もう一回毎年黒字、つまり利益に戻っているわけです。だから東京電力っていう会社の中には結局決算書上7918億の利益剰余金が積み上がってきているということですよね。はい、にもかかわらず配当は10年間ずっとゼロということですよね。2011年の3月に福島原発がありました。で、2012年3月度からずっと10年間配当は1円も出てないということですよね。で、それに対して配当に対してですね、まあ、東電はどういう説明をしているかということなんですけど、配当政策、当社では株主の皆様に対する利益配分を経営の最重要課題の一つと認識しているが、東北地方太平洋沖、地震以降の厳しい経営環境等に鑑み、配当の基本方針を取り下げている。新しい基本方針は今後の状況に応じて改めて検討するですね。はい、そしてちょっと、少し飛ばしますけれども、しかしながら当社の置かれている厳しい経営環境等に鑑み、誠に遺憾ながら当期の配当については見送ることとした。次期の配当についても引き続き厳しい経営環境等が見込まれることから、中間期末とも見送る予定としているということです。要するに厳しい環境なので配当はまあ出さないと、で来期も出す予定がないというふうな説明になっています。ただ、ね、株主の皆様に対する利益配分を経営の最重要課題の一つと認識しているという日本語は使っているということですね。はい、で明らかにおかしくないかということです。はい、利害関係者、東京電力に対してはたくさんの利害関係者が存在していますということですよね。もちろん電力を使っているお客様に関しては言うまでもありませんが、実際こう東電が、ね、お金を支払う、その支払い先になっている人たち、例えば東電で仕事をしている従業員の人たちが大切ですと。だから経費として給与、退職金等は全部払ってますということですよね。それから経営陣です。経営陣は役員ということで、役員も大切ですと。だから役員報酬も支払ってますということですよね。で、それから金融機関も大切ですということで、金利も支払ってますということですよね。で、福島の皆様も大切ですと。だから賠償金も支払いましたと。で、政府、国地方も大切です。だから税金も支払いましたと。従業員、役員、金融機関、福島の方々、政府の方々には払うべきお金は全部支払ってるわけです。で、まだお金は残ってるんですよね。まだ残ってるんですよ、当基準利益という形で。で、配当政策は最重要課題の一つと認識してはいます。しかし配当は今年もゼロですと。で、配当は来年度もゼロの見通しですと。で、筋が全く通らないですよね。で、最重要事項の一つと認識していますっていう日本語が明らかにおかしいんですよ。で、そう、結局株主以外の利害関係者には払うべきお金を全部払ってて、株主だけは払ってないわけですよ。にもかかわらず配当政策は経営課題の最重要事項の一つであるっていう日本語が全く筋が通らないっていうことなんですよね。素直に利害関係者の中で株主が最も重要度が低いからと説明する方がずっと誠実なんじゃないかということです。
ね、しかも、ね、東電自身は関係会社から490億の配当金を受け取ってるんですよね。自分たちは株、自分たちの会社の所有者である株主には10年間1円も配当を払ってないのに、東電は関係会社から490億の配当金を受け取ってるわけですよ。もうこれ明らかにおかしいと、日本語が全く筋が通らないっていうことなんですよね。で、言葉は意見に過ぎない、数字は事実を表しているということです。なので、まあね、こちら側 の、 その株式市場にいる投資家側から見た時の株式投資っていうのは、まあ、リスクがあるわけです、ね、実際こう株式市場で 株式投資家がいっぱいいますと。で、その時に、まあ、自分のお金をどっかの企業を応援するのにお金を投じようとしているわけですよね。で、その株式投資にはリスクがあるわけですよ。だから銀行預金よりもリスクがありますと。で、債券よりも国債とか社債よりもリスクがありますと、ね、で価格変動のリスク、ね、ここで言うリスクっていうのは不確実性です。価格が上がったり下がったり上がったり下がったりっていう、その不確実性リスクがあると。だからお金っていうのはですね、結局まあ株価っていう価格は下がる可能性もあるわけですよね。にもかかわらず本来ならば自分が自由に使えるはずのお金を他者に投じる、それが株式投資ですよね。だから株式投資には不確実性というリスクがあると。お金が一時的に短期的にこうね減ってしまうっていう、そういうリスクがあるわけです。で、リスクがあるならば取ったリスクに対する、値するリターンを求めるのはこれ当たり前なんですよね。リスクがある自分のお金なんですよ。自分のお金で自分が自由に使えるんですよ。それをリスクを取って投じるわけですから、だから投じたならば、その当然リスクが、に見合うリターンっていうのをまあ求める、株式投資家株主が求めるのはこれ当たり前ですよね。当然のことなんです。なのでリターンっていうのは、まあ結局究極的には2つしかないですよね。売却益か配当益、もうこのどっちかって、自分が背負ったリスクに値するリターンを得ようとするわけですよね。なので、まあ、例えば売却益、投資した金額以上で後日株式を売却するか、それとも投資した金額以上の配当金を得るかっていうことですよね。まあ、例えば20年で元を取って21年目以降っていうのは毎年毎年プラスの利益を得続けるか、まあ、この両者のどちらか、もしくは両方を通じて自分が自由に使えるはずのお金をあえて他者に投じてリスクに見合うリターンを得ようとする、これはもう株式投資としては当たり前なわけです。で、東電の場合、短期的な需要と供給による売買結果としての売却益はあり得たとしても、ね、だから例えば、ね、5円上がっただから、ね、売ろうとか、5円下がっただから買った方がいいんじゃないかと、こういう日々の、ね、売り手と買い手の需要供給、需給に関しての売買結果としての売却益っていうのはこれはあり得たとしても、投資ですよね。本当に3年5年10年20年という形の長い目で見た時に、ね、投資として結局お金を投じた場合、東電株に投じた場合の長期的な売却益っていうのは、少なくても今のこの動画を撮っている現時点ではもうほぼ見込めないということですよね。なんで見込めないかっていうと、時間とお金がいくらあっても完全解決しない福島原発の賠償問題を半永久的にやり続けているということですよね。10年経っても全く解決してないわけですよ。10年っていう時間と9兆円っていうお金を使っても全然解決してないんですよね。まだやり続けているということです。だってことはこれからの10年もやり続けている可能性がめちゃくちゃ高いっていうことですよね。でそれが足を引っ張って結局その企業価値っていうのが本質的な意味で上がっていかないっていうことです。であれば株式投資家がリスクに見合うリターンを得るとしたらもう配当しかないわけですよ、ね、結局もう福島原発っていうのを時間とお金をいくらでもかけて完全解決、最後の一人までとかって言ってるので、だから企業が持続的に成長していく本当の意味での企業価値っていうのが上がっていくっていうのはかなりもう見込みがないんですよね。であればじゃあもうリスクを取ってリターンを得るって言ったらもう配当しかないわけですよ。毎年少なくてもお金を一部ずつ返してくれれば、まあ、少なくても自分が投じたお金っていうのはいつかは元を取ることができる。そして元を取り終わった後まだ持ち続けていれば結局最終的にはプラスっていうのが増えていくっていう可能性がもう残ってるわけですけど、それもないわけです東電の場合は。しかし今後の成長が厳しいと自ら認識しながら配当も毎年でゼロを続けると、ね、だから株式投資家として東電株で長期的な売却益っていうのもほぼ見込めない、で配当も全く受け取れないっていうことだったら、じゃあなんで東電は今でも上場を続けてるんだろうということですよね。だって株式投資家にリターン返す気がないですよね東電は。
全く。だ自分たちの経営環境厳しいですと、ね、だから大きな企業価値の上昇による株式投資家の皆様に、ね、大きな売却益を得ていただくっていう、そうい こう機会チャンスを提供しているわけでもなければ、配当はもう10年連続ゼロで、来期もゼロの見通しですって言ってるわけだから、だから株式市場にいる株式投資家に、まあ、リターンを返す気がないわけですよ、東電は。なのでなぜ東電はじゃあ今でも上場を続けてるのかっていうことですよね。で、株主にリターンを返すことに真剣に取り組まないんだったら株式市場に居続ける必要はないっていうことです。で、政府が残りの株を買って株式市場から出るべきであるということですよね。だって株式市場っていう時に、ね、その企業にお金を投じるってことはリスクを取るってことなので、リスクを取らしといてリターンを出さないっていうのは、これはもうはっきり言ってありえないですよね。少なくてもリターンを、ね、株主にも取ってもらおうと思って日々懸命に経営努力するべきであって、その気がないんだったら、じゃあもうはっきり言ってなんで株式市場にいるんですかと、ね、そのなんかこうね、社会貢献っていうか慈善事業的に半永久的に最後の一人まで福島の、ね、方々に賠償ひたすらし続けるっていうんだったら、それだったらもう株式会社じゃなくて、なんかもう 半公務員っていうか半公的企業としてやればいいことですよね。少なくても民間企業、株式会社としての取り組みでは全然ないんで、だからもう政府が残りの株を買って株式市場からもう東電は出るべきだということです。そうすればもし株式市場から出るならば、少なくても上場維持にかかる経費は東電は小さくなります、ね、やっぱり上場っていうのは上場を維持するために、ね、お金がかかるわけですよ。例えば東京証券取引所に毎年お金を払うとか、3ヶ月に1回決算発表をしなければならないとか、そのための資料を作らなければならないとか、 IR ですよね、投資家向けの情報公開をしなければならないとか、ね、その上場を維持するために逆にこう管理部門っていうのにお金を使わないといけないとか、やっぱあるわけですよ。だから上場してるってことは上場維持のために経費がかかってるんで、だけど実際その株式市場にいる株式投資家にリターンを返す気はないわけですから、だったら経費を減らせばいいじゃないかと、ね、上場廃止にして、少なくても今まで上場を維持するためだけにかかってた経費 だけでも少なくても減らせば、そしたら国民経由の、国民の税金経由の交付金も減らすことができるということですよね。結局政府経由で東電にお金が行くっていうのは、間接的には国民の税金が東電に行ってるってことですから、だったら東電の経費を減らして国民の税金経由の間接的な交付金っていうのも減らした方がずっと国民全体のためにはなるということです。はい、建前はともかく実際的には東電はもはや株式会社ではないということです。見た目は株式会社です。だから東京証券取引所の中にもいます。私たちは東電株も投資をしようと思ったら買うこともできる。でも実際上はもう東電は株式会社ではないんですね。筆頭株主が政府ですと。で、過去の買収を半永久的にやり続けようとしてますと。で、毎年毎年配当ゼロを続けてるって、もうこんな企業は株式会社とは言えないっていうことですよね。で、なので企業が株主を大切にしてないんだから、株式市場も東電を評価しないのは当たり前ですよね。だって東電は、ね、投資家にリターンを出す気がないので、ね、自分たちの経営環境厳しいんです、ご理解くださいと、ね、私たちは今後成長していくのは難しいと言ってるわけですよ。だから長期的な売却益っていうのは期待できないんですと、ね、しかも短期的にも配当も出さないって言ってるわけですから、だから株式市場の株式投資家にリターンを出す気がないわけですよ。だから、ね、当然その東電はありとあらゆる全ての利害関係者、ステークホルダーの中で従業員、役員、銀行、金融機関、それから福島原発に関わった方々、そして国地方政府、こういった方々の方が大事なんですよ、東電にとっては、株主よりも。だったら、ね、当然株式市場の株主も東電を評価するはずがないですよね。だから企業が株主を大切にしてないんだから、株式市場も東電を評価しないというのは、これはもう当たり前だということです。よって、ね、東電の株価が上がらないのも当たり前だ。なんでかって言ったら東電は株式会社じゃないからということです。はい、ということで東京電力なぜ株価が上がらないのかということで、まあ、結論は東京電力は建前はともかく実質的にはもう株式会社ではなくなっている。だから株価が上がらないのも当たり前だというお話です。最後にお知らせを1点させてください。あと9日後の6月16日水曜日19時に新プロジェクトを LINE 限定で発表させていただきます。もし内容に興味関心があるという場合は、この機会に説明欄より LINE をフォローしておいてください。よろしくお願いいたします。最後までご視聴くださり感謝しています。いつも本当にありがとうございます。